2020年4月あの男が YouTube にやってきた。時には世界の海は大自然とぶつかり合い、時には日本中を旅して様々な伝統文化に触れ、自分が一体何者なのか長年模索している。その名も金子貴俊。一体お前に何ができる？お前の YouTube を誰が見る？どうか温かい目で見守ってやってください。金子貴俊チャンネル、いざ出陣。金子貴俊チャンネル。どうも、金子貴俊でございます。私この度 YouTube でチャンネルを開設することになりました。もうですね、何本か YouTube でアップしてるんですけど、私素人なもんですから YouTube、自分のね、紹介動画っていうものを撮った方がいいんじゃないのかとアドバイスをいただきまして、今回撮影させていただくことになりました。なぜ私が YouTube を始めたかと言いますと、一番最初ですね、自分のインスタグラムに料理を作った動画を、自分出演しないで、撮影してみたんですよ。編集して。したらですね、これが思いのほか、自画自賛になっちゃいますが、いい感じに撮影できまして、で、しかも撮影して編集するっていうのが非常に楽しかったんですね。で、周りからも評判良かったので、これはインスタだけに流すのはもったいないと。頑張って作った料理、そして撮影したものなんで、せっかくだったら YouTube に載せてみたらどうだということで最初載せたんですけど、それは最初僕が映ってなかったんで、ほんと1分ぐらいの動画だったんですけど、もっと金子くん映ってやったらってね、様々な方から言われたんですよね。で、釣りも得意だし、キャンプとかもね、得意だから、そういった動画を YouTube にしてみたらいいじゃんっていう声も結構いただいたので、せっかくだったら YouTube にね、載せてみようかなっていうことで始めてみました。ただ、これがですね、非常に面白くてですね、一から撮影、企画、編集、全部自分でやるんですけど、なんかその、ものを作る楽しさっていうのを、今までいろんなテレビとか出てきましたけど、改めてその作る楽しさとか、あとはスタッフさんに対する感謝の気持ちとかですかね。本当そういったところを改めて素晴らしいものだな、映像を作るってって、なんか本当自分なりに嬉しかったんですよ。だからどんどんね、そういったことをチャレンジして、行きたいなというところでね、始めました。どんな YouTube にしたいのか、私普段はですね、アウトドア大好き、そして料理大好きということで、その私のプライベートで、本当のびのびと楽しんでやっていることっていうのをこの YouTube で紹介できたらなと思っております。アウトドアで言いますと、キャンプ、釣り、そして登山とかですね。今こういうご時世なんで、なかなか行くことができないんですけれども、その中でも工夫して、お家の中でね、キャンプ気分を味わうために、バルコニーでキャンプをやってみたりと、そんなような動画もアップしていきたいと思います。そしてもう一つ、料理の方はですね、私が冷蔵庫の中で、余り物を見つけてですね、本当その場の創作料理をアップしたりですとか、あとはもう一から手の込んだ、餃子だったら皮を一から作ってね、とか、小籠包だったら、皮も作って中のあんをですね、じゅわーっとスープが出るようにやってみたりとか、本当いろんな料理にもチャレンジしつつ、また皆さんが真似できる料理も紹介できたらなと思います。ということでですね、ぜひ皆様、コメントですとか、いいねもそうですけど、番組でこんなことをしてほしいとか、そういうアイデアもぜひ送っていただけたらなと思います。そして一番、これが本当お願いしたいんですけれども、せっかく YouTube 始めたんで、やっぱり
チャンネル登録者数っていうのをですね、増やしたいんですよね。ですから皆様、どうぞチャンネル登録ぜひしてみてください。これから私金子貴俊 YouTube 頑張っていきます。よろしくお願いします。